アグネス・フォン・ブラウン・シュバイクは、ライン・旧中白・ハイン・リヒ五世と、その最初の日アグネス・フォン・ホーエン・シュタウフェンの間の娘、ビッテルス・バッファ家のバイエルンコーと2世の日。アグネスは、ライン・旧中白・ハイン・リヒ五世の3人の子女のうちの、バッシュである。父の2番目の日アグネスは、ベッティン・ケノカ・ラウジッツ・ヘンキョウハク・コンラート2世の娘であった。アグネスの姉・イルメンガルトは、 バー,バーデン・バーデン編強博ヘルマン5世と結婚し、兄は、ライン宮中博ハインリヒロク世である。アグネスは1222年に後に、バイエルン公となる夫を2世と結婚した。この結婚によりビッテルスバッハ家は、ライン宮中博領を継承し、1918年まで、同家が保持した。また、この時からバイエルンとライン宮中博の紋章に死死が、加わった。 1231年に、夫2世の父ルートビヒ1世が死去し、夫夫2世がバイエルン皇位を継承し、アグネスはバイエルン皇妃となった。夫2世は皇帝フリードリヒ2世との対立が終わった後、1241年に、法宴したウフェン家の陣営に入った。娘エリーザベトは、フリードリヒ2世の息子コンラート4世と結婚したが、このために、夫2世は、 強皇より破門された。夫は1253年11月29日に死去し、アグネスはその14年後の1267年に死去した。アグネスは夫と同じくシェーエルン修道院に埋葬された。アグネスと夫2世は31年間の結婚生活で5人の子女を設けた。ありがとうございます。